阪神ドラ1下村会と7回途中5安打に失点。第54回明治神宮野球大会第4日大学の部2回戦青学第84日本文理大18日神宮18年ぶり7度目の出場の青学大東都大学が日本文理大九州3連盟を破り史上5校目の大学4冠栄光発進した。阪神ドラフト1位の下村海斗投手4年九州国際大付けが先発マウンドに上がった。3回先頭に2塁打を浴びその後に2塁で失点したが5回までこの1安打のみ6回は単打2本で2失13塁のピンチを作ったが猶予小島秀しのいだ。しかし7回に再び2失12塁とし中前的自打で2点目を献上。6回に3を5安打4四球2失点4継で降板した。下村は青学でも日本代表でも常に初戦先発を任される大舞台に強いタイプなんやな。結局日本文理相手に下村が一番良かったやないかい。下村くんお疲れさんやで。下村ようやった。上田大が効力した打線相手に悪いなりにまとめたな。下村今日は調子良くなかったとのこと。下村は前半戦は下で鍛えるべきやね。細いから体力強化してから。たまにドラ1指名されたやつはアマチュアでもそうしてないとおかしいと思ってるやつおるよな。下村は悪いなりにまとめてたな。ローテ入りあるんか。下村調子良くないが最低限試合を作れた。こういう日もあるかなと思って切り替えたい。打ってくれた野手に感謝。ヒットを打つのは難しいがバントをしっかり決めようと思った。次の相手も強いので油断なくいきたい。調子悪いなりになんとかできるのはプロ向きや間違いなく。下村は村上と正雄武佐伯に西青柳ビーズリーの次くらいやろ。この中で怪我人出て回らないまでは2分でええやろ。下村投げてたんか。マータイが打ち崩した日本文理相手に悪いながらも試合作ったと読めばまあまあかな。今日は調子がいまいちだったみたい。この時期に147出るのマジか。まとめる能力高そうだしすぐにでも活躍してほしい。この気温でよう投げた。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。